はい、どうも。ですね、今回はですね、まあ割とですね、どうでもいいような話なんですが、吉本のですね、山田花子がですね、なんか掛け算の九かなんかで、あのシックっていう言葉でですね、あの会場が大爆笑してたっていうお話なんですが、たまたまですね、そうですね、アメトークかなんかで見たと思うんですけど、4×9 ですかね、シックでですね、客席が大爆笑でですね、あの多分雨上がりかなんかも爆笑してるんですよ。で、テレビなのでね、シックってこう、ひげ剃りの会社があるんですけど、そこの会社のひげ剃りが出て、みんな爆笑してるんだよっていう、映像が流れるんですけど、統一教会の信者のこともですね、シックって言うんですよ。食べる口って書くんですけど、そちらの意味でですね、爆笑していたのではないかというですね、疑惑をちょっと個人的にですね、風邪ひいて寝込んでる時に思いましたので、一応取って残してみます。で、前も言ったんですけど、西川きよしがですね、統一教会の信者なんじゃないのっていう噂もですねあったりしたので、山田花子もですね、まあわかんないよってことで。で、吉本一体、ある程度そうなのかもしれないという可能性もですね、あるので、で、吉本の人はですね、統一教会のことは何も言わないので、まあ少しだけ疑ってみるのも良いかなと思います。ということで、山田花子がですね、シックで爆笑を取ってたってことで、はい、今回以上です。